デニーズのロゴデニーズはセブンアイホールディングス傘下のセブンアイフードシステムズが日本国内で運営するファミリーレストランチェーンである。名称はかつての提携先であるアメリカ合衆国の大手レストランチェーンデニーズに由来している。ただし現在は同社との契約関係は解消されておりブランド名だけを譲り受けた日本独自のチェーンとなっている。 2014年現在関東地方及び中部地方を中心に展開しているが、北海道、東北地方、新潟県、北陸地方、関西地方、中国地方、四国地方、九州地方、沖縄県には全く展開しておらず、伊東洋華道と同様に展開地域に非常に偏りが見られる。1973年。 株式会社イトーヨーカドーがアメリカ合衆国のレストラン大手デニーズ社と技術援助契約を結び株式会社デニーズジャパンを設立した。初代社長にはイトーヨーカドー創業者の伊藤正都が就任。1974年デニーズジャパンは初の店舗を神奈川県横浜市のイトーヨーカドー神尾岡店1階にオープンさせた。アメリカのデニーズ社から料理全般のレシピ。 調理器ぐるいをそのまま日本に持ち込み、クラブハウスサンドイッチ、オムレツ、チリ、フレンチトーストなどの洋風メニューや、ステーキ、ハンバーガーなどの本格的なアメリカンメニューも手軽に利用できる店を作り上げた。その後は、競合他社と同様、郊外型ロードサイド店舗を中心に出店を続け、1980年代のファミリーレストラン黄金期には、 年間20店舗前後の新店舗をオープンさせた創業から1980年代中頃にかけてはデニーズジャパン店舗のメニューもアメリカのデニーズと似通ったものであったこれはアメリカのデニーズ社と結んでいた契約上独自のアレンジを加えることが難しくなっていたためである1984年アメリカのデニーズ社から商標権を買い取ったことによりデニーズジャパンは 日本国内においてデニーズの商標を自由に使えることとなった。以後、同社の店舗では独自開発したメニューが中心となってゆき、現在では本家アメリカと共通するメニューは一切残されていない。特に1994年のファミール九州以降は麺類、丼物、和風膳などの和食部門が充実し、日本人向けにアレンジした洋風料理とともに、 メニューの中核を形成している。バブル景気崩壊後の1994年、伊藤洋華堂の完全子会社である、株式会社ファミールから郊外型のレストラン店舗を譲り受けし、デニーズ店舗への改装を施した。伊藤洋華堂グループにおいて、ロードサイド型レストランの運営は、デニーズジャパンに集約され、ファミールは、伊藤洋華堂店舗内のレストランや社員食堂などの、 コントラクトフード事業に特化した。2005年9月1日、デニーズジャパンは、伊藤洋華堂、セブンイレブンジャパンと共同で、株式移転により持ち株会社株式会社セブンアイホールディングスを設立し、その完全子会社となった。2007年1月10日、セブンアイホールディングスが株式会社セブンアイフードシステムズを設立し、同年3月1日にはの3社が、 新会社の完全子会社となった。2007年9月1日、セブンアイフードシステムズがデニーズジャパンを吸収合併した。これにより、デニーズはセブンアイフードシステムズの店舗ブランドの一つとなった。なお、セブンアイグループの3年間の中期経営計画により、2008年度以降3年間で不採算の130店舗程度を閉鎖することが明らかになった。 一部の閉鎖店後にはセブンイレブンへの転換も検討するとしていたが、実際にはかなり少数に止まり、代わって、ユナイテッドコレクティブや、ブロンコビリーなど新興勢がレストランを言い、抜き出店する形態が見られている。2018年12月には高級志向のデニーズダイナー、ヤクモプレステージを目黒ロに、2019年4月にはグランダイナー、旗ヶ谷プレステージを 渋谷区に出店したデニーズ東京ドーム式店デニーズバラビ店郊外型店舗では最多の形式である LX-1 型画像は狛江店店舗の基本的な作りステーション構成は共通だが時代と地域によってロードサイド平屋型ビルテナントイン型2階建て1階駐車場型と多岐に及ぶここにその形式と代表的店舗名を記すただし 平成初期から2000年代初期にかけて、リニューアルを経て、形式変更があった店舗が一部認められるので、注意されたし、106型、115型、149型、153型、831型、852型、936型、945型、2001型、2003型、2006型、2007型、2001P 型、 2003変形型、831P 型、852P 型、865から2型、865から 2P 型、936P 型、945P 型、LX-1 型、LX-1P 型、スペシャル型、スペシャル P 型、モール型同社では、アメリカンメニューのステーキ、ハンバーグ料理に対応した、 チャーブロイラーを前店に導入している。このチャーブロイラーは、かすぐりとる調理器である。これを使って焼き上げられる、ハンバーグメニューは、2006年現在でも、看板商品となっている。同社店舗では、客の来店時に、いらっしゃいませ。デニーズへようこそ。との挨拶を行っているが、これはデニーズを選んだ客への感謝の気持ちを込めた、言葉であると同時に、来店客があったことを、 他の従業員に連絡する手段であると同社は説明している。低価格系のガスと価格がやや高めのロイヤルのイメージがある中、デニーズはやや高め系や中間の価格設定と言われている。昨今の原材料高騰による一部メニューの値上げを実施したが、外食産業の環境が厳しくなり、中間価格帯のデニーズは苦戦する。そのため、2008年から2009年にかけて、 急遽20品を大幅値下げに踏み切った。競合他社が相次いで値上げをしていた中の異例の値下げであったため、メディアや他社から注目される。現在は戦略的には中間価格から低価格へイメージを転換していると見ても良い。カボチャキャラメルパンケーキ2006年10月5日から10月31日メニューについては、ほぼ1ヶ月ごとに期間限定メニューの改定を行っており、 2ヶ月ほどで季節メニューが切り替わる仕組みになっている。一部の店舗では限定商品が提供されている。ドリンク、編集競合他社の多くがセルフサービスのドリンクバーを導入しているが、同社では関東地方及び福島県の一部店舗を除きフルサービスを堅持しており、フロア従業員がコーヒーのデカウンターを持って客席を回る。 ボトムレスカップサービスを1号店の頃から続けている。かつては14種類のドリンク。ドリップコーヒー、深入りコーヒー、アイスコーヒー、アイスティ、アイスウーロン茶、ウジレイ緑茶、コーラ、メロンソーダ、カルピスソーダ、ピンクレモネード、季節のソーダ、ウジ緑茶、ダージリン紅茶、赤いハーブティを無料でお代わりできる。フリードリンクサービスを設定していたが、二0 1三年十一月を、 持って廃止され、現在はドリップコーヒーを除きおかわりが有料となっている。卵料理、編集創業当時から1980年代、後期までの代表的なメニューに、モーニングメニューとして、卵2個お好みでという、その名の通り欄2個を用いた料理がある。アルミのソテーパンを使って、ふんわり焼き上げられたオムレツは、当時各テーブルに瓶入りで置かれていた。 ハインズの濃厚ケッチャップがよく合うと言われていた。当初はゆで卵、目玉焼き、オムレツ、ポーチドエッグなど最大21種類のレシピの中から、客の好みに応じて調理され、火の通し、加減なども細かく注文可能であったが、こうしたオーダー形式は日本人の文化には馴染まなかったために徐々に選択肢が縮小されていき、最終的にはメニューそのものから消滅してしまった。 現在注文可能な卵料理には半熟風味のオムライスやモーニングメニューにあるデニーズモーニングがある。モーニングに関しては現在も焼き方の指定が豊富である。同社は一部店舗にセブン銀行の現金自動預け払い機を設置している。レジでの支払いにはの利用が可能である。デニーズカード、編集デニーズカードは各店で使用可能な1000円から1万円までの プリペイドカードである、繰り返し使用可能なチャージシステムを採用しており、2009年5月31日までは、店内での飲食代が5%割引になるという特典もあった、個人情報などの記入を一切することなく、店内レジにて無料で発行が可能であった、2010年3月31日をもって、取扱いを終了した、カードの特徴として、クレジットカード、 編集ファミリーレストランチェーン採大手のスカイラークグループが長年クレジットカード決済を導入していなかった。一方でデニーズでは古くから各種クレジットカードが利用可能となっている。かつて伊東洋藤洋カードとイグループカード発行で提携していたニコスの国内専用カードは利用不可だがコスモ石油のコスモザカードハウスの利用ができる。これは1990年代に コスモ石油がデニーズジャパンのフランチャイジーとなる業務提携を結んでおり、そのまま資本提携につながると期待された時代の名残である。なお、コスモ石油のデニーズ店舗はデニーズジャパン直営となった。さらに、コスモ石油はイオングループと提携し、セルフガソリンスタンド内にミニストップ加盟店の出店や提携カードの発行をしている。 デニーズ神王家店2007年当時の外観、現在は建て替えられている、セブンアイの看板変更店ロードサイド店舗日本におけるデニーズ1号店で、ある神王家店は、伊東洋華道神王家店1階のビルイン型店舗として、他社のファミレスに先駆けて1974年4月27日にオープンした、アメリカのデニーズそのままのレシピ、調理器具、 内装が持ち込まれる中でも1号店で採用された調理場が見えるオープンカウンター方式は日本のデニーズではその後ほとんど採用されなかった。後年、上大岡店は社員教育などにも使われた。デニーズ上大岡店は2017年3月20日に閉店した入居する伊東洋華堂上大岡店の閉店に伴ってのことである。伊東洋華堂は同地で 建て替えの上、伊藤洋華堂食品館上大岡店として2019年4月12日に再開業しているが、デニーズは出店していない。1990年5月、同社のデザートメニュー、ティラミスが雑誌、花子で紹介され流行した。これは、マスカルポーネチーズとエスプレッソを染み込ませたスポンジケーキと交互に重ね合わせ、上部にココアパウダーをかけたものである。 1992年7月、ナタデココが女子高校生たちの口コミから人気となり、マスコミにも取り上げられ再びブームとなった。セブンアイホールディングス設立に伴い、デニーズジャパンの店先に設置されている看板が、ナナアイのシンボルマークを強調したデザインに変更されたが、この看板はセブンイレブンの看板と間違えられることがあり、 デニーズ目当ての顧客を看板が逆に遠ざけてしまうというマイナス効果も一部に指摘された。こういったマイナス効果を踏まえ、翌2006年夏から 7&i を小さくし、その下にデニーズを強調した看板へと再度付け替えが行われた。さらに2006年後半からは 7&i の表記を下部に移し、旧看板の六角形型モチーフを上に大きく、あしらったデザインに改められた。 そして2009年秋頃を境として複数の店舗において看板下に掲示されていたカタカナ表記の懸垂幕が外され、さらには一部店舗で以前の六角看板が復活している。来客数が落ちている中、セブンアイホールディングスのシナジー効果を目に見える形で示そうと決断した看板デザインの変更であったが、これがかえって集客力を落とす縁印の一つとなって、 しまったのみならず、度重なる看板デザインの変更に伴う一時的なコストの増加が、同社内の一部では問題視されたとも言われている。2005年、デニーズ大井松田店で勤務していたアルバイト女性が、同僚の男性らから侮辱発言を受けるなどと、セクハラやいじめを受け、この女性は同年11月に病院で重度の鬱病と認定された。2007年2月には、 デニーズジャパンと同僚の男性らに対し霊園の損害賠償の民事訴訟を起こした。2007年5月17日には、小田原労働基準監督署より、労働災害が認定されている。セクハラによる労災認定は、珍しい例である。2014年10月16日から始めた、パンケーキ食べ放題企画に18日、19日の、 土日に客が殺到して店舗が多忙を極めた結果、2時間の間店舗にいて、最初の一人前しかパンケーキを食べられない事例を、はじめ食べ放題と呼ぶにふさわしい量のパンケーキを客が食べられない事例が、複数報告された。パンケーキ自体も腹を満たすには10枚以上、必要なほど小さく、焼きたてのはずが冷たくて、パサパサ、シロップの量が少ない、などといったクレームも聞かれた。 公式には、お客様にご迷惑をおかけした店舗が4、5店舗あったことを把握していまして、お客様のご批判を真摯に受け止め、本当に申し訳なかったと思っておりますとの謝罪が、なされた。伊藤正俊、消費者が見える経営に戻りたい日経ビジネス、株式会社デニーズジャパン第32期有価、証券報告書デニーズ130点閉鎖、セブンアイ、3年内に、 再三回全狙う。デニーズダイナー約もプレステージ開店のご案内。デニーズのリブランド1号店。株式会社セーブン &iFood Systems。https www.nani-fs.co.jp スラッシュ 7fs スラッシュ pdf スラッシュ 181218.pdf2019 年8月4日閲覧渋谷区に。 グランディナー・旗ヶ谷プレステージ開店。株式会社セブンアイフードシステムズ https コロンスラッシュスラッシュ w w w 7 a n d i f s c o j p スラッシュ 7fs スラッシュ pdf スラッシュ 190415.pdf195172019 年8月4日、閲覧。よくあるご質問サービスについて株式会社。 デニーズジャパン店舗限定メニュー。ただし、山梨県、長野県の一部店舗に限りフリードリンクサービスを継続している。一方、栃木県、埼玉県、千葉県、東京都の一部店舗では、お代わりの割引設定をしていない。デニーズ上大岡店。デニーズ。2017年3月12日時点のオリジナルより、アーカイブ。2017年3月2日閲覧。 神大岡にあるデニーズ1号店、らしさが皆無なのは本当レッポドッ .com。2017年3月2日閲覧。デニーズ1号店20日で閉店4世代で通う客。寂しい毎日新聞2017年3月18日。さよならデニーズ1号店米国の香り43年。おしむ常連横浜20日閉店。朝日新聞。伊東洋華道食品館神大岡店。 2019年4月12日開店、神尾岡に、はと帰る、都市商業研究所2019年10月26日、閲覧、石鍋瞳、ネットアイプロの支店マーケティング講言学2006年10月6日、日経ネット、日本経済新聞社。それでも駐車場入り口の案内看板は、ほとんどの店舗において、旧看板の六角形である、デニーズ、軽音、共演、 イラストそっくり5回が縁。朝日新聞2010年7月23日付長官。第13番、第12面。軽音。がデニーズとコラボ。フレッシュな桃を使ったデザートごし品。舞い込みジャーナル。2010年7月14日。デニーズに軽音。キャラおすすめのデザートが登場。7月20日から発売へ。ギガジネ。2010年7月13日。 httddt 安倍公用の逃げちゃダメだ二千十年七月二十二日デニャーズ劇場を東京新聞セクハラ被害を労災認定デニーズ元女性店員に社会パンケーキ食べ放題のデニーズが袋叩きで謝罪二時間いて食べられたのは最初の一皿のみ J キャストニュース二千十四年十月二十日十九時四十五分パンケーキ食べ放題のデニーズが 袋叩きで、謝罪、2時間いて食べられたのは、最初の一皿のみ、J、キャストニュース2014年10月20日19時45分。ありがとうございます。